鹿島鉄道線。鹿島鉄道線は、かつて、茨城県石岡市の石岡駅と茨城県鉾田市の鉾田駅までを結んでいた鹿島鉄道の鉄道路線である。2007年、平成19年4月1日に廃止となった。なお、会社自体はその後も不動産会社として存続している。比較的若い世代から博士鉄の愛称で親しまれた。また、 関東鉄道の路線であった時期があることから、鹿島鉄道として分社化後も関東鉄道時代の路線名である、ここ田線と呼ばれてたことがある。もともと鹿島三宮鉄道の路線であり、主にその時代を体験している世代からは、三宮線と呼ばれることもあった。石岡側はベッドタウンとして宅地化、工業地化が進み、ニュータウン新駅の石岡南台駅の設置や石、石岡たま 北千代川間の区間運転の設定などが行われていた。沿線には公共施設も設けられている。しかし総じて距離が長めのローカル線としての性格が強かった。茨城県内陸部と海沿い、鹿島灘の地域を横断する路線で霞ヶ浦北岸を通る。地図上では JR 常磐線と鹿島臨海鉄道をお洗い、鹿島線を結ぶように見えるが、 終点の保古田駅は大洗鹿島線の新保古田駅とは道のりで 1km 以上離れており大洗鹿島線とは接続していないこの点は旅行者などが徒歩で乗り換えるケースは少なからず存在していたが一時期路線バスが運行していた以外特に接続改善は見られなかった鹿島鉄道は旅客収入だけでは鉄道を維持できないほど利用者が減少していたが 航空自衛隊百里基地への航空ジェット燃料輸送による貨物列車の運行収入によって路線経営が何とか成り立っていた。しかし2001年平成13年8月に鉄道に高く依存していた燃料輸送を江ノ本駅から百里基地へのパイプラインの老朽化と安全保障上の対策から中止したため深刻な経営悪化が確定となった。これに対し 親会社である関東鉄道による経営支援、沿線自治体と茨城県による公的支援が5年間行われることとなり、廃線の危機は一旦回避された。しかし2005年、平成17年のつくばエクスプレスの開業により、自社の上層線、特に取手守屋間や高速バスの利用者が減少し、利益減収となった関東鉄道は2007年度、 以降の経営支援を行わない方針とした。これを受け、親会社の支援なしでの鉄道経営は無理であるとして、鹿島鉄道は2006年、平成18年3月30日に廃止届を国土交通省に提出した。なおこの時点で、2007年度以降の自治体と県による公的支援をどうするかは白紙状態であった。その後ギリギリまで存続の道が模索されたが、 状況は好転せず、2007年、平成19年4月1日に廃止された、存続運動などの経緯は、鹿島鉄道を参照されたい。廃線後の線路や駅舎は順次撤去されることになっていたが、現在は撤去作業は途中で中断され、今も、線路、駅舎が一部で残っている。車両は、休憩式5両のうち4両、新形式4両のうち2両が、 個人に売却され保存されている。最後に行われた2006年、平成18年3月18日改正ダイヤにおいては、全列車が各駅停車で、日中時間帯は、おおむね1時間に1本運行されていた。他に、区間運行列車として、石岡日立代川間の列車が、おおむね1時間に1本程度運行されるほか、早朝と夜には、 石岡たまり館の列車も運行されていた。石岡日立小川間は日中1時間あたり1から3本運転され、石岡駅で接続する JR 常磐線普通列車より本数が多い時間帯があった。ほとんどの列車が1両での運行であった。朝方の一部列車やイベントの際には2から3両での運行も見られた。鹿島鉄道線の近年の輸送実績を過表に記す。 輸送量が増加した時期もあったが、末期には激減し、廃線を迎えた。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。国土交通省鉄道局監修、鉄道統計年報に基づく。 鹿島鉄道線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。国土交通省鉄道局監修、鉄道統計年報に基づく。 鹿島鉄道線の近年の営業成績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。国土交通省鉄道局監修、鉄道統計年報に基づく。 もともとは、鹿島神宮への三宮鉄道として計画されたものであった。当初の計画において起点は、石岡駅ではなく同じく、常磐線の高浜駅であった。浜駅で、鉾田方面と、現在延べ方駅がある方面とに分岐する計画だったが、浜から延べ方までの建設を早期に断念し、鹿島神宮への延伸は叶なわなかった。鉄道不設法別表一覧第四十二号も、 参照。代わりとして会社は周運を兼営し、海陸接続となる、浜駅に入り江を設けて、専用埠頭を建設している。なお、浜駅から、保田駅方面へ直角に曲げて延伸しているのは、当時タバコの産地であり、貨物需要を見込んでのことと言われる。戦後、鹿島神宮へは国鉄鹿島線、鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線からの乗り入れを、含むが建設された。 関東鉄道からの分離の際、当初の社名が採用された筑波鉄道に対し、鹿島三宮鉄道が前身である、北古田線は三宮を外して鹿島鉄道とされた。全駅茨城県に所在。所在地などの名称は路線廃止時のもの。武田駅廃止当時の所在地は、行方郡玉津久里町。上表のほか、 九百三十一から九百四十三年には、小川高校下駅付近に下馬場駅が設置されていた。桃浦、小川高校下間には、少し盛り上がった土地があり今でも後を確認することが、できる。冒険のバス会社、関鉄グリーンバスは、鹿島鉄道線廃止日の二千七年、平成十九年四月一日より、旧鉄道線にほぼ沿った形で、路線バス。 貸し鉄バスの運行を開始し、旧鉄道利用者の代替交通を確保している。走行できる道路の関係上、仮屋土前駅に限り代替バスが保管していない。また、旧駅名と停留署名は必ずしも一致していない。なお代替バスには、鹿島鉄道線にされたような自治体による財政支援は今のところ行われていない。その他、2007年、 平成19年4月1日実施の運行ダイアグラムでは、新保古田駅への運行はされていなかったが、2012年10月1日より一部時間帯に、限り新保古田駅への延伸運行が開始された。鉄道時代よりも利用客が減少しているため、利用実態に合わせた路線の再編が検討されている。鹿島鉄道代替バス1日フリー乗車券発売額は、 鉄道時代と同じが発売されている。普通運賃については、鹿島鉄道の運賃とそれほど差がないため特別な割引運賃はないが、通学定期運賃の割引率については上昇率を緩和するため、通常40%のところを2007年、平成19年4月1日から2008年、平成20年3月31日までは50%、2008年、 平成20年4月1日から2009年、平成21年3月31日までは45%と、期間を定めて割引運賃を設けている。線路跡地、石岡駅、日立商船駅間は、路盤を取り払った後、茨城空港、百里飛行場へのバス専用道路、貸し鉄バス専用道となり、2010年、平成22年8月30日に、 専用道経由のバスの運行開始された。廃止後に走っている代替バスは、もともと自動車交通量の多い国道355号を走行する関係で、定時性が保てず、利用者が伸び悩んでいた。そのため、線路跡地を利用して、BRT として事業化したものである。国、茨城県、及び代替バス会社などからなる。 検討委員会による開業前の沿線住民へのアンケート結果では、利用客は鉄道時代と同じくらい見込め、維持費の安い路線バス運行により採算が取れるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。